ははいこんにちはステレオカメラの相場です今回ご覧いただいてますレンズは、えー、LIKA の広角レンズエルマリート 21mmF2.8 のセカンドバージョンになっておりますね、えー、スーパーアンギロンの合計レンズですねスーパーアンギロンは、えー、シュナイダーというですね同じドイツの OEM 製品だったわけなんですけれどもこちらの エルマリート 21mm はライカ純正の21ミリ広角レンズとなっております、はいえー、非常にですね優れた懐調描写と湾曲補正でモノクロで撮影してももちろん、えー、いいんですけれどもカラーで撮影していただいてもですねやっぱり青色がすごく綺麗に出るレンズでして。 自然の撮影とか青空の撮影が非常に向いているレンズとなっておりますのでぜひお試しいただきたいレンズの1本となっております今回はフードと前後キャップそれと、えー、今回ですね関東カメラさんで2020年に整備していただいたレンズとなっておりますのでこちらの整備表もお付けい,いたします、はい、ということで ぜひお早めにチェックご覧いただいてますとおり、えー、こう前のオーナーさんがですね非常に機材を大切にされる方でしたので、えー、見た感じほぼほぼ使用感経年感は全くないと思っていただいて大丈夫ですねこのフロントから見ても どっかにぶつけたりこすったりしたような跡は全くありませんし使用感経年感ほぼ全く感じないですねこの滑り止めのローレットの摩耗とかこの指掛け部分ですねのすれとか白く変色したりとかもありませんしマウント部分ももちろん摩耗とかないですねレンズも。 こうご覧いいただいてます通り前玉、後玉ともに擦り傷、引っかき傷コーティングの剥離、摩耗なども全くありませんしこうライトで透かしていただいても中玉に曇り、カビ、バルサム切れ、ちりほこりの混入もほぼ全く見られずに非常にクリアな状態をキープしております。はい。ビデオでもご覧いただけていると思いますね。 はいえー、レンズの状態外観につきましてはこの動画と画像もたくさん掲載してますので客観的にもご確認をお願いいたします絞りの動きも軽快で滑らかですね絞り羽に錆とか油でのり汚れなどはありませんピントヘリコイドもいっぱいまで滑らかにちょうどいいトルクで動いておりまして、えー スカスカ動いたりとか、グリスが固着して動くムラがあったりなどは全くしないです付属品がリアキャップとこちらの純正フードですね、専用のフードですこちらとフロントキャップで持って、関東カメラさんの、はい、整備表、こちらですね、をお付けいたします。 はい、ということで外貨の純正広角レンズエルマリート 21mm のセカンドバージョンですけれども、えー、もちろんこのまま撮影にご使用いただいて全く問題ない状態の個体ですけれども改めてですね、えー、分解整備清掃調整をご希望いただける場合は当店で、えー、書け足で受け合わせていただきますので。 オプションからお選びいただけましたら取、えー、ってね書き出しで請け負わせていただきますのでぜひご利用くださいその場合はですねあの整備後のお届けを実施させていただきます、はい、ということでライカの人気広角レンズエルマリ l i、mm、2 1 m m の F2.8 セカンドバージョンですねはい、まあ ほぼ新品同様といっても差し支えないくらいの綺麗な状態ですのでぜひお早めにチェックしてみてください以上です